白玉の幸せ宅急便、いい国作ろう白玉幕府。こちら、はい、これが本当一番の代表作だと思われます。多分小学校の教科書とかでもね、見たことあると思います。このこれを描いた人物が、まあ、こういう画家さんとか全然興味ない人は興味ないかもしれないんですけど、ところがこの人物はちょっと調べたらすっごい面白いいろんな逸話を持っていたので、ちょっと今日ご紹介してみようと思います。そうです、正解です。葛飾北斎、さすが。そう、この番組見てる人意外とね、みんな日本史詳しくてびっくりなんですよ。葛飾北斎について、今日は葛飾北斎、葛飾北斎どっちだわかんないけど、とりあえず北斎について今日はご紹介したいと思います。この人物はですね、江戸時代に生きていた人で、なんと88歳まで生きた人です。風景画のイメージがあると思うんですけど、実は本当にいろんな作品を描いていて、なんと 一生涯で、細かいものとかも合わせると3万点以上も作品を残したと言われております。富士山の版画が有名ですけど、それ以外の作品もどんなものがあるかなって調べたらいろいろあったので、ちょっとさらっとご紹介しますね。まずこれに次ぐ2番目に多分有名なやつだと思います。こちら、これがね、赤富士と呼ばれるもの。小柳ルミ子と同じイントネーションで葛飾北斎。あ、葛飾北斎、今のお、綺麗に言えたなんと動物も描いてました。これ私が見て可愛いなって思ったのがこの虎さん。こんな絵もありました。はい、お化け、これは意外でした。お化け、あとはこれもなんかよく分かんなかったんですけど、とりあえずそう、色彩がすごいなと思って、こういう絵の一つ一つについてとかでももう十分なんか語れることがありそうなんですが、今回取り上げたいのはそこじゃなくて、この葛飾北斎のちょっと最初に言った面白い逸話についてご紹介したいと思います。彼はちょっと変わってる部分がありまして、それをまとめていきました。じゃじゃん、葛飾北斎のちょっと、いや、かなり変わってるところ、引っ越し大好き。これもすごいエピソードがあるんですけど、なんと北斎さん88歳で亡くなるまでになんと93回もお引っ越しをしております。本当は100回引っ越しを目指していたそうなんですけど、93回目の引っ越しの時に、まあ、あることがあって93回目でも引っ越しはやめたっていう、それはちょっと後々ご説明いたします。最後、片付けが大嫌い。これは北斎さんは、まあ、例えばこたつで、ずっとこたつでいるので、こたつの上で例えば何かを食べます。そしたらそのゴミをポイッ置いて以上そんなちょっとなんか本当無頓着な性格だったみたいで、この綺麗なイラストからは想像できない私生活だったようです、どうやら。で、さっきこの引っ越しに全部つながってくるんですけど、北斎さんが引っ越しをするのはなんか部屋が汚れてきたら引っ越しをするっていうのが、まあ、諸説あるうちの一つにあって、93回目の引っ越しの時に、なんでかわかんないんですけど、前に住んでいた家にもう一回引っ越してきたんだそうです。出戻りみたいな。そしたらなんかこれはちょっと大家さんが悪いと思うんですけど、自分が出てった時のまんまだったんだそうですで、それまで北斎さんはこう新しいとこに行くとこう新しい、ね、空間が待ってるじゃないですか。自分が今までいなかった空間が待ってるのに、93回目の時行ったらまたこう新しい空間じゃなかったわけなんです。自分が暮らしてた空間が残ってたっていうのを見てちょっと萎えて、あ、もう引っ越しいいわってなって93回目で引っ越しを断念したっていう、まあちょっと本当か嘘か分かんないような多分本当の話が残ってます。